本当にごめんなさい。マジでやっちゃった。本当にこれ、いや、ちゃんと調べたんだけどな。連行行く前にさ、ちゃんとシークレット SEC、今回の何かなと思って調べていったら、ヒュンケルともう一枚出てきて、あ、この二枚かと。その二枚かとって思って行ったんだけどさ、まさかの、まだあったらしくて、前回もさ、第一弾の時二枚だったじゃん。ハドラーと竜王の二枚だったから、今回もヒュンケルとそのもう一枚かと思ったんだけど、本当にごめん。まだあるみたい。だからさ、俺今回のこの第2弾はもうあと1枚でコンプって言ったんだけど前回、それはもう訂正します。本当に申し訳ない。間違ってた。あと2枚。あと2枚のシークレット。このヒュンケル。これがシークレットの1枚、3種のうちの1枚なんだけど、でもね、全部見たんだけど、俺、調べてみんなに教えてもらってすぐ、動画アップした後にすぐね、みんな教えてくれて、シークレット2種って言ってますけど、3種ですよって いや、本当ありがとう、教えてくれて。教えてくれなかったら多分気づかなかったと思う、俺。まあ、いずれは気づいたと思うけど、絶対、なんかその、後、後々になったと思うし、早く気づけてよかった。だから、あと2種で、コンプだった。だから、2枚買わなきゃいけないんだよね。もう、この2段は連行しないから、あと2枚、そのシークレットを買って、で、シークレット3種揃えて、2台は買うということで。じゃ、今回はその訂正、前回2枚って言っちゃったから、その訂正と謝罪の動画ということで、でもね、その3枚の中でヒュンケルが一番欲しかったのよ、やっぱね。やっぱヒュンケル、その中でも、この3枚シークレットがあったんだけど、その中でもヒュンケルが欲しかったから、俺3枚の勝負に勝ってた、3分の1の勝負に勝ったんだよね。今回の第2弾では絶対ヒュンケル、もうヒュンケルナンバーワンで欲しかったからさ、シークレットもヒュンケルで、このドラゴンレアもヒュンケル、アームドヒュンケルがあって最高でさ、絶対俺ヒュンケル大好きだから絶対欲しかったんだけど、この3種、今回のシークレットの3種のうちでこのシークレット出てくると本当に、大勝利だった。2分の1の、前回2分の1の勝利で勝ったって言ってたけど、3分の1の勝利で勝ってたんだよね。なんかそっちの方がすごかったわ。逆にすごかったけどね。3分の1でシークレット出たとしても、ね、他の2枚出る可能性の方が高いからさ、その3分の1の可能性で勝ってたから、いやー、なんかすごいね。なんか運命を感じるヒュンケル来てくれて、1枚目のシークレットで。あとは残り2枚ゲットしたらまた動画撮ってみんなで見ようと思う。今回の2段はそれでコンプ。あと1段連行したいんだよね、もう1回ね。1段は連行で出したいと思うんだけど、クロコダインと竜王、SEC の竜王出したいんだけど、まあ、多分ないと思うから、たまにあるんだけどね。すごい、もう2段出てんのに昔のあったりとか、お、ラッキー、めっちゃすごい、ラッキーな台があったりするんだけど、多分もうないと思うからなー。だからもうネットで買っちゃうかもしれないけど、とりあえず揃ったらね、また1段もコンプして動画撮ろうと思う。っていうかさ、大のシークレットって来ないんだね。1段でもさ、2段でもさ、大のシークレット来ないよね、大のカード。なんで、来ないんだろう。普通さ、大が一番最初に来そうな感じしたけどね。大来ないっていう 竜王とか、まあ、ハドラーはまあわかる。ハドラーはね。で、今回2段でアバン先生ワンチャン SEC だと思ってたんだけど、アバン先生ではなくヒュンケルで、なんか来る順番がよく、なんか予想つかない、よくわからんくなってきたわ。次あたり大のシークレット来るのかな？また3種かな？ 2 種に戻るのかな？大の SEC とか絶対かっこいいよな。今回のギガリアの大、もうめっちゃかっこいいじゃん。これを超えるさらにデザインになっているのかって、すげえ楽しみだな それではまた次回、クロスブレイドの開封レビュー動画でお会いしましょう。クロコダインの SEC とかもいいよね。めっちゃ楽しい。クロコダインとか来てほしいね。すげえかっけえだろうな、SEC で聞いたら。やばい、震えるわ めっちゃ楽しい。第3弾も早くやりたいよね。今回は3分の1で、たまたま、俺は2分の1だと思ってたけど、実際は3分の1だったから、3分の1でたまたま一番欲しいキュンケル出てきてくれてたけどさ、こうはいかなくなってくるかな。5分の1とかになってくるとね、かなりきついから。まあ、戦いがいはあるから、まあ、それはそれで楽しいけど。でも、おそらくそれぐらい増えてくるとネットで買うことになると思うな。ピンポイントで出すのむずくなるからね、多くなるとね。3分の1でよく今回ヒュンケル出てくれた。本当ありがとう、ヒュンケル。来てくれて。もうマジ、下方中の下方だわ。レベル上がった、下方レベルが。